前編ご覧になっていただいた方々ありがとうございます。後編もお楽しみください。それではメガロドーン3本続けていきましょう。来ないの？そんなことってある？ちゃん浅いところ、でかい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 、うわーって言って思ってでかい、でかたも持ってきて、本当にあんまり遊んでると口が伸びちゃうからね、本当にでかい、でかすぎる、尋常じゃないな、これ外光がまるまるすごいあるんだろう。ニーハオ、This is a Japanese huge parkみたいなところに魚が隠れてるケースが稀にある。なんでこういう流れがすごい速い背になってるところももしかしたらいるかもしれないっていうので来た。ほらほら来たよ、もしかしたらいるかもしれないって言ったらいたでしょ。しかもでかいよこいつ。こういうね背になってるところ、こういうとこはねこうやって来るんですよ。 I told you that's why it's kind of super shallow but it's kind of big one。 背になってこういう浅いところは魚がいられないだろうって、ルアーも投げれないだろうって、こういうところ、こういうところにはこうやっているんですよね。はいはい、ということで1匹目はバラシに終わっちゃいましたけど、2匹目、まあ、サイズ的には70センチぐらいですかね、そこまで大きくないけど、メガロドーン今日も釣ることができました。で、ね、こんな橋の上からこんなルアー投げる人いないでしょすごい流れてる、なんでこんな流れてるんだろう。橋脚のところからでけ、でかい、きた、年明け一発目、その後ろにこれよりちょっとちっちゃいのがついてる。この時は6m30のタモ持っていて正解でした。 6m でギリギリ届く高さでしたね。タモをこっちに向けて、よしよしよし、あったよし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 、メガロドーンフィッシュ、元日フィッシュ来ました。よし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 、ここはどこ、港横浜じゃん、やべえじゃん、当たり前じゃん、イージンさん気をつけな、赤い靴のお嬢さん来ましたね。よし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 、はい、シーバス鈴木っていう魚です。はい、やった来たありがとうございます、明けましておめでとうございますよーしゃー来た、よっしゃ来ました、ガラグルワン、メガロドーン、メガロドーンやっぱ最高ですね、メガロドンフィッシュは。まあ、最後の横浜は実はですね、港未来とかの方に向かうところなんですけど、ここにカメラをつけて、あの時は足場が高かったからここにつけてたんだっけな、こっちかな、まあ、anyway 結構横浜はいろんな人に話しかけられる。で、まあ、見ていただいてる方にはわかると思うんですけど、僕の釣りってキャスティングをして、まあ、ルアーが対岸ギリギリにこう着水したとしたら、対岸ギリ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 はシャーキンガングーとか言っていたりとかですね、来ました来ました来ました、投機しろとか、もしくはルアーのこうリトリーブしながらルアーの動きを実況していたりですとか、常に喋りながら釣りしてますので、いろんな人に話しかけられる、話しかけられる分にはいいんですけど、結構橋の上から見られてたりとか、まあまあ恥ずかしいんですけどね。ただまあ今後も無言でこうテロップでやっていくっていうよりは、僕一人ですけど、なんていうんですかね、釣りビジョンみたいな感じで常にこうお話しながらね、このスタンスでやっていこうと思います。
では皆さんもうるせえなこいつと思わずにですね、楽しんでいただけたら幸いです。さあオーラス来ました。メガドッグ、カンカンカーンのやつですね。これで 70.5 センチのヒラメ。これはね、本当に真っ暗くなる直前で、僕の肉眼ではトップにポコーンって出るのが見えました。ただカメラには残念ながら、あんまり映ってないんですよね。あともう一個、これ。あれ?なんか小判ザメみたいにポッパーがついてる。フヤジョーカラーのジョイクロ178。これに来たヒラメも非常に美味しかった。最後ですね、そちらの画像をお楽しみくださいませ。出た、やばい、嘘でしょ、うわ超嬉しい、出た、どっからあげようこれ、うわやっばい、出た、嘘、出た、うわやった、出た、よし、魚は何だろう、魚が何かわからない、ヒラメかもしれないしシーバスかもしれないし、魚が何かわかんないけど、どこであげようかな、これ川の流れがすごい入っちゃってるから難しい、ランディングが、何が出たんだろう、暴れてる、なんだろう魚は、え、うわでけえヒラメだ、よっしゃー、でけえ、やばい、これ超でけえ、すげえジャイアントヒラメ、やばい、うわー凝っててよかった、でも映ってるかなこれ、うわ出た、そしてヒラメと思ったら、いやメガドッグにメガヒラメ、メガハリバーってしちゃいました、やばい、最高です、いやー、 I got the huge ヒラメ、ヒラメ is a flat fish like a ハリバー、メガドッグ、メガヒラメ got this、 Thanks for watching as always、もう夜になっちゃったけど頑張るよ、フヤジョーカラーのジョイクロ178、これでいくよ、で電気つけてるとなんかこうプレッシャー与えちゃいそうなんで一回消して、で釣れたらつけよう、来た、やったなんだろう魚は、波打ち際まで来た、よしよし、暴れてる、なんだかわかんない、やったやりました、ちょっと待って今あげる、うわ暴れてる、ジョイクロヒラメ、Yeah, finally you got this. The flat fish. Huge one. It's kind of big one. Yeah. Hi. Hi. ヒラメ。何キロでしょうね。こんなでかい。ジョイクロっていう。今 YouTube に上げると思った。ビッグだねー、やった、今日もめっちゃ嬉しい、ジョイクロのこれはフヤジョーっていうカラー、ジョイクロ178、やった、めっちゃ嬉しい、今日もヒラメガッチ、はい、ソルトウォーター編いかがだったでしょうか、最後までご視聴いただいた方々本当にありがとうございます、こいつ結構面白そうな釣りしてんじゃんなんて思っていただいた方はですね、高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします、で、これ今編集してる時にも先ほどのフレッシュウォーターの方にすでにコメントをいただきまして、ソルトウォーターの方も楽しみにしていますっていうコメント本当に嬉しかったです。で、こちらも最後まで見てやったぞっていうコメントなんかを入れていただきますと本当に嬉しいんで、もし見ていただいた方々はそれだけでもいいのでね、コメントください。ありがとうございます。で、今年なんですけども、新型コロナウイルス、これが収束したら、僕は去年までの経験を生かして、面白そうな企画を頭の中では構想ができているんで、まあ、新型コロナが収束したらそれやりたいと思っていますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。